ジョン・ラングドンはアメリカ合衆国ニューハンプシャー出身の政治家であり、ニューハンプシャー州としては初代のアメリカ合衆国上院議員二人のうちの一人となった。アメリカ独立戦争の早くからの支持者であり、後に大陸会議代表を務めた。アメリカ合衆国上院議員は12年間務め、その間に上院会議,議長を務めた後、ニューハンプシャー州知事になった。 1812年、アメリカが衆国大統領選挙では、副大統領候補指名を断り、後に引退して1819年に死を迎えた。今日、ラングドンは初期アメリカの歴史でニューハンプシャー州の最も重要な政治家と考えられている。ラングドンはニューハンプシャーのポーツマスで生まれた。父は繁栄する農園主で地元の政治家であり、 その家族は1660年以前にアメリカに移民してきて、今はニューイングランドでも主要開港の一つポーツマスとなったピスカタカー川川口近くに初めて入植した者たちの一家族だった。ラングドンは1745年にカナダのルイスバーグにあったフランスの要塞を行為した時の古参兵が運営する地元のグラマースクールに通った。初期教育を終えた後で、 事務員としての徒弟暴行に入った。ラングドンと兄のウッドベリーは、父の成功している農業事業に加わる機会を拒否し、その代わりに海に出ることにして、地元の貿易商社で修行を積むことにした。22歳までに西インド諸島に向かうアンドロマ系という貨物船の船長になった。4年後には、自分で最初の商船を所有し、さらに時を経て小さな船体を手に入れ、 ポーツマス、カリブ海を呼び、ロンドンを結ぶ三角貿易に携わった。兄も国際貿易でさらに成功しており、1770年までに二人の青年は、ポーツマスでも最も裕福な市民に数えられるようになった。海運業はイギリスが支配していたことで、ラングドンの事業には大きな障害となり、1770年代の独立の動きが出ると、 活発で著名なその支持者となる、同期づけとなった。ニューハンプシャークに通信委員会及び輸入拒否委員会の委員となり、また様々な愛国者の集会にも参加した。1774年、イギリス軍の武器庫であった、ウィリアムメアリー砦の占領と武器の応酬に参加した。ラングドンは1775年から1776年の大陸会議大議員となった。 1776年6月にはこれを実施して、イギリス軍に対抗する大陸軍の代理人となり、アセスローリー、アセスアメリカ及びアセスレンジャーを含む数隻の戦艦建造を監督した。アセスレンジャーは、ジョン・ポール・ジョーンズが船長になった。1777年、イギリス軍に対する遠征隊の装備を行い、ベニントンの戦いに参戦し、 サラトガの戦いとロードアイランドの戦いでは、ラングドンの軽装機兵士元兵中隊を指揮した。ラングドンは1787年に再度、大陸会議代表となり、憲法制定会議でもニューハンプシャー代表団の一員として大議員となった。アメリカ合衆国上院議員に選ばれ、1789年3月4日から1801年3月3日まで、務めた。 1789年4月6日には、初代上院仮議長に選ばれ、第2回期でも仮議長を務めた。その後ニューハンプシャー州議会議員となり、最後の2期は、州上院議員を務めた。1805年から1811年の間、1809年を除いて、ニューハンプシャー州知事を務めた。1812年、アメリカ合衆国大統領選挙では、 副大統領候補指名を断り、後に引退した。1819年に、故郷のポーツマスで死に、ノース墓地にあるラングドンの墓に埋葬された。ニューハンプシャー州、ラングドンの町は、その名にちなんで名付けられ、同様に、ウィスコンシン州マディソンのラングドン通りも、建国の父にちなんで名付けられた。ありがとうございます。